はい、皆さんこんにちは、もちあいです。今回は荷物の開封でございます。ということでこちら、じゃじゃーん。少しね、大きめの箱ですが届きました。サンシャインのグッズです。では開けていきましょう。ちょっと前に注文してたものですね。結構大きな箱で届きました。はい、では先に納品書取り出しましたので、うわ、支えるの大変だな。いきます。よいしょ。よいしょー。ケラニで買いました。いつもの入り方ですね。よいしょ、これでいきましょうか。いきます。ちょっと暗い、これでいきましょうか。いきます。せーの、 よいしょ。おー、でかっ。あ、で圧縮されてるんだ。これです。これが大きいので、このサイズの段ボールで来たというわけですね。こちら、じゃじゃーん、でかっ。ちょっと待って、予想以上にでかいわ。クッションです。映ってるかな。映ってますね。はい、こんな感じで、クッションになってます。おお、圧縮されてる。ということで、クッションの1年生バージョンです。絵柄見えてるかな。こんな感じです。裏側はこんな感じ。これはちょっとまあ開けときます。はい、これは一旦ちょっとここに置いといて、あとはね、コマゴマ、これ4点。いきますよ、いきます。せーの、じゃじゃーん。はい、こちらです。ここに裏にストラップがあるんですけども、ネームストラップ、これ首からかけるやつです。前に僕これヨハネバージョン買ってて、これこんな感じで、前はねシンプルだったんですよ。で、絵柄がちょっと見えづらいけどね、ヨハネって書いてあるのと、あ、ヨシコって書いてあるのと、あとラブライブサンシャインって書いてある、まあ2種類のやつなんですけど、結構前回のってシンプルだったんですけど、今回はこのね、もう見てわかる通り枠の部分がメンバーカラーにね、なってるということで、このリニューアルかなりいいですよね。前回のは本当にシンプルすぎたかなと思うんですけど、これならもうね、一目瞭然でバッチリね、オレンジ、あ、チカちゃんだってなりますから、すごくいいと思います。こちらがヨハネバージョンになります。ヨハネということでグレーで、裏の紐も、あ、ちょっと見えづらいけど、はい、グレーになってます。こんな感じで、あとね、よいしょ、カナンちゃんも買いました。こちら、じゃじゃーん、カナンちゃんもメンバーの、カナンちゃんカラーになってます。で、裏にストラップ付きです。はい、こんな感じ。はい、で、あとプラスでヨウちゃんも買いました。なんか最近ヨウちゃんも買うこと増えたんですけど、こんな感じでございます。裏側のこの書いてある、絵柄は共通、色が違うだけです。はい、ということでこの計5点でございます。ネームストラップ4点と、あとこのでかいクッション1つで、ございました。ストラップがですね、1つ、1204円プラス消費税で、クッションがこれ結構高かったんですよね。多分4000円ぐらいしたと思います。はい、ネームタグこれいつ使うんだって感じなんですけど、これはだからそれこそイベントの時とかね、に僕たまに首から下げてます。はい、本当にこれね、ファーストライブライブビューイングの時にもこれ首から吊り下げていきましたので、またこれリニューアル版を首から下げていきたいと思います。じゃ、ちょっと最後にね、これだけ開けて終わっちゃいましょう。今回どれも特に個別で動画出す予定ないので、開けちゃいたいと思います。はい、開きました。オープン。じゃじゃん。よいしょ。じゃ、ちょっと行って。まずネームタグのこの本体部分から見ていきましょうか。先ほど言った通りですね、この縁がメンバーカラーに変わりまして、裏側はこんな感じ。で、中にね、よいしょ。これ。カードっぽいのが入ってるので、まあ、ここをね、入れ替えても OK です。僕は、まあ、とりあえず、このイラストのままでいいかな。じゃあ、これも外して、おー!かわいい、かわいい。前回はもうね、サンシャイン、ヨハネの2パターンだったんですけど、今回は、ヨハネの1パターンです。これすごくいい。この金具部分に近いところはもうキャラクターのイラストが入ってて、あとこの首周りの部分は、なんて書いたんだこれ。ヨシコって書いてあるのか。ちょっと一瞬ゴニョゴニョって分かんなかったですけど、これ対馬ヨシコって書いてありますね。わかるかな。ヨシコって書いてあります。はい、裏はこんな感じ。ラブライブサンシャイン、まあ、書いてあるんですけど、もう全部メンバーカラーになってますので、あ、これはいいですね。ということで、じゃあちょっと先にこれ首からかけて、で、これね、簡単に引っ掛けられるフックになってますので、これを、よいしょ、真ん中にかければ、おー、OK、OK。はい、こんな感じでございます。いいじゃん。
ちょっと長い気もするけど、まあこんぐらいでいいかなと思います。これもねイベント時に僕は首から吊り下げたいと思います。このネームストラップもですね、よいしょ、このクッションも4月発売のものなので、探せばお店に出てるところもあると思いますので、よかったらチェックしてみてください。ということで今回は荷物の開封でございました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。